ライバーで立ち位置が上がればいいと思ってる。YouTuber がそうなったように、はいはい、まずその先頭走ってこう引っ張っていきたいじゃないですか。それでも俺ペアをしたいのかな。そうですね、アマさんには内緒で、あの裏でこそこそ動いて今、どうも皆さんこんにちは、デブ性格悪い、ということで今日なんですけど、ワンカラットってね、僕があのライブ配信の事務所をやっておりまして、まあ日本でもねかなり大きな事務所になってきました。でそこで、まあ、僕は TikTok のライブ配信とか最近やってるんですが、結構お問い合わせが周さんからあって、私でもできますか、僕でもできますかってのがあるんですよ。でまあ心の中でお前なんかできるかボケふざけんなよタレントなめんなよって思ってるんですけど、まあ本当にそういう質問多いんで、実際ライブ配信どんな感じなのとか、でライブ配信事務所やりたい側の人はどういう感じで事務所できるのとか、いろんなところをね、月に1回の定例会なんですよ実は今日。そこの定例会で、まあ、僕らは事前にアジェンダもらってるんで、どんな内容を話すか分かってるんですけど、そこの風景を普通に皆様に分かりやすくちょっと砕けた感じで、説明できればなってことで、もうここ渋谷の道玄坂上なんですけど、こんな一等地、こんなでかいビルにワンフロア入ってます。うちの会社これですよ、黒いですけど、これこれではなかった、こっちやった、こっち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 、いやこっちも大した見るよこれ。ここでね、ワンフラー9階かなんかワンフラー全部がなかなか広いからな、ここ家賃高い。ほんで俺ここはね半年間ずっと東京に7年前半年間ずっと住んでた、アパホテルここです。ガチで半年です。よく昔カビリンさんとかで撮影してたと。道玄坂上ね、ここまさかそのアパホテルの隣に僕が事務所1個借りるようになると思わなかったですよ、夢にも思わなかったですよ。ということでね、まずはちょっと打ち合わせの方していきます。はい、こちらですね、皆さんその合法何やねん、1回開いたんか、開く時なんかピンとかなんかピコンみたいなないんかよ。気づかんぞジジイとかババアやったら。ほんでプリウスとかもあれ、ジジイとかババアあれ音慣れへんくて電気自動車気づかんから、それで事故が多いねんからな。車来ても気づけへんね。あれイーチスクループ法人で久しぶりに聞いた、うんかっとサービスですね。こうやこの M 社員でこれあったでしょ、駐車場なんかこんな流れてて、こんなうれすーうっすーうっすーうっすー、あー広い事務所やな。株主知ってるで、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ痩せやろ今日、はい、やりましょう、うん、動画回してるから、やりましょう。迷惑でしょ YouTuber って、はい、ね、許可も取らずに動画回してて普通の会議やってるのにね。ちょうどね、会議の内容が、はい、結構僕的にはこれ動画にした方がいいんじゃないかって内容やったんで、はいはい、動画にさせてもらおうかなと思って、はい、え、ちょっと、え、新しく入りました彼女。いや、ずっといます。え、ずっとおる、初対面でしょ今日。え、会ったことあります。何回もあれ、なんか雰囲気変わった。いや、何も変わってないです。おとおできたんちゃん雰囲気変わってるやん。あ、やっぱりグラお前らそういうの気づけよ。鈍感やな男って、お前嫌いやな男こういうところ。なあ彼女頑張りや、なあ。あとね、書面で大なりせごらされましたって言って浪費言ったよ。お疲れ様です。月に1回の定例会ということですけど、よろしくお願いします。ちょっと YouTuber 入ってるんで、僕がちょっと仕切って喋るみたいな感じの構成ですけど、本来僕全く喋りません、ほぼこいつが喋ってます。でも社長の方がね、社長よろしくお願いします。前回からですね、新しく事業ちょっと増えたじゃないですか、まあ、タレントがメインとかいろいろ人材の方とか、それもあったんですけど、 YouTube の方でせっかくやったら報告とか、はいはい、募集があったら募集もしたいなってことと、あとライブ配信やっぱりずっと流行ってるじゃないですか、はい、それこそ僕 TikTok ちょっとやり始めてみたいな流れもあるんで、まあ、その辺のなんかどこのプラットフォームに力入れていくねとか、まあ、今後どうやって広めていくねみたいな話とかも、結構 TikTok やっぱまあ、ライブ配信注目されてるんで、事務所もめっちゃ出てるじゃないですか。そうですね、こんな感じだよって、その、うん、リアルを密着みたいな感じで行こうかなっていうのと、ちょっとその後に僕のちょっとご提案もあるんで、はい、はい、そんな感じですね。わかりました、よろしくお願いしま す。最近でもあれですか、どこのプラットフォームが一番人気があるんですか。ポコチャと TikTok のは2強かなっていうのが、ポコチャそんなすごいですね、はい、そのポコチャと TikTok のそれぞれの良さ、強いて言うな。TikTok に関しては、数字持ってる方だったりすると、始めてすぐに何百万とか稼げる方もいますし、僕らがその前何百万稼ぐの分かるんですよ、はいはい、いきなり始めて、はい、それ普通の子でも実際そんだけ稼げてる事例あるんですか。ないこともないですけど、やっぱ数で言うと圧倒的に少ないので、知名度ない方はポコチャとかでいろんな方が見てくれるプラットフォームになってるんで、なるほど、そっちやってもらった方がいいかもしれない、ね、そういう話聞きたいわ。それ絶対ライブ配信 TikTok しか知らんのちゃうかなっていうぐらい TikTok TikTok って、まあ、それはそれでいいことなんですけどね、はいはい、
でも本人に合ったそれぞれに合ったのもありますもんね、はい、あなたの数字やったらこれやから、あなたの実績やったらこれやからってことですよね。はい、だから事務所はめちゃくちゃ多くない？最近わかんないぐらい多いですね。トップ層の事務所はどこがトップとかあるんですよね。 TikTok、TikTok、1717、ポコチャ、ポコチャで。そうですね、アプリごとにやっぱりでかいとこはありますね。有名なところとかどこなんですか？本当に大きい規模でやってるのはもう誰がやってるところ？それそんなすごいんですか？そうですね、売り手とどのぐらい？もうこうなの？こうなの？いや、まああんまり変わんないぐらいだと思うんですけど、はい、ワンピース言ったらどうなの？もともとシャンクスなのか、ワンカラとシャンクスなのか、バギーだと結構違いますね。いや、バギーもここから快進撃で分かんないですよ。バギーみたいにサンタが強い事務所もいっぱいありますからね。母体が強いのか、下が強いのかっていうのもあります、ね、はー、あとはうちとと、もう一つぐらいですかね、が、まあ、どっこいぐらいで。どっこいなんですか？じゃないですかね。正確なアプリごとのデータがないので、売り上げが開示されないので、まあ、会社の規模だったり、やってる、まあ、イベントの内容だったりでも、まあ、イベントとかうちみたいにやってるんですか？ああいうなんか夏うちとか定期的にやってるじゃないですか、いろんなイベント。それもやっぱりトップの、本当トップの事務所しかやってないと思うので、そのライバーの。全員やトップの事務所。やってます。やってるところが、まあ、なかなか金かけてやってますよ、うちもね、ウエスティンホテルの、ね、貸し切ってとかね。本当あんまないです。超えていきたいじゃないですか。はい。だからその、まあ、自社ですごい頑張ってると、まあ、わかるんですけど、はい、新規の取り合いじゃないですけど、新規、まあまあ、どこまで行ってもその別に他と揉めることはなく、この業界がね、ライブ配信、ライバーという立ち位置が社会的地位が上がればいいと思ってる、 YouTuber がそうなったように思ってるんで、まずその先頭走ってこう引っ張っていきたいじゃないですか、うん、なんかその利益だけでどっか行くとか、なんかあんまりよくわからない会社もある中で、なんでそのエージェントさんをもっと不安したいですよね。そうですね、今一番欲しいとこかもしれないですね。そうですね、はい、エージェントを不安せる、なんかその、なんかないですか、キャンペーンとか金配ろ。なんかあかんの、そんな。あの2億円あったから、2億円配ってた。あれ、片岡が盗んでったな、あれ、上積みの100万円全部。エージェントになんか、例えばエージェント募集新規できました、やりたいです、はい、地元のエージェントって言ったら女の子ね、何人か抱えてる、集める自信ある、育てる自信ある、はい、で、あの人も月何百万稼いだ人いますよね。あの人もエージェントの女の子5人か10人ぐらい抱えてないでしょ。いやいや、全然もっといます。あ、もっといるんや。はい、あ、そのぐらい抱えてたらそんな規模になるんですね。そうですね、月100万以上毎月稼いでるんで。いや、だからそういうのを集めたいんで、そのエージェントになんか支援する金額の上限とかなんかないんですか？上限ないので、あるはあるだけちょっと。なんか、しません？なんか、例えばその立ち上げるための支援がいる、ね、支援として、はい。まあ、その一定条件クリアしてですけどね、うん、登録していきなり当たったとかできないんですけど、なんかそういう縛りがあればいいじゃないですか、条件、はい、ハードルだけ。そうですね。それ、なんか上限なしでやりません？ 2 億円で俺は、自分のところで1億出して。僕らで1億ですか？うん、大丈夫です。ほんで俺のところで1億出して、どうすんの？法人違うよ、どうすんの？税務上、それそれは頭のいい人に考えてもらえます。上限2億円で、上限2億円でエージェントがバーって来るところで支援していく、はい、でそれに達成したらもうちょっと考えましょうか。はい、全然大丈夫です。ほら一回まず片岡捕まえて上積みの100万円でも返してもらって、ね、あいつね、俺の倉庫で上積みだから2億でしょ、はい、100万円の束が200個なんですよ、はいはい、だから200万円なんですよ、上の1万円だけ、はい、俺全部そう、うちの倉庫で俺が書いた後に30分ぐらいかけてずっと1万円抜いてる。200回。それいいっすね。いいっすね、めっちゃいいっすね。やりましょう。うちのそのコンセプトとしてはそのライブ配信、ライバーの地位向上じゃないですか、はい、社会的地位向上ってことで、うん、絶対そのライバーの時代来るし、このね、もともとコロナで悩んで始めてこのサービスから結構救われた人も多いじゃないですか、主婦の方とかも、ね、主婦も稼いでる人いますもんね、いっぱいね、めちゃめちゃいますね。やっぱその社会貢献していかないとダメなんで、やっぱりそのその中でももううちがこう頭一個抜けて、でそれこそ最近やってるそのタレントラビのそのあれもだってもともとはそのライバーとかそういう人たちのセカンドキャリアみたいなところじゃないですか、インフルエンサーので、ライバーとかうちも今までいっぱい抱えて言うたらもうね、いっぱい辞めた人も当然もいっぱいおると、でその中でその人たちちょっとないがしになるというか、はいはい、でそういう人たちも自社のサービスでいや案件触れたりとか、はい、そこで雇ったりとかできればいいですもんね。活動の幅広げていきたいですね。幅広げてそのセカンドキャリアですよ、はい、ここ一番問題ね、ライブ配信2年頑張りました、めっちゃ頑張ってくれたのに2年後自分があのフォロワーも数字もいかんくなって稼げんくなって、うん、じゃあさよならはね、あれですもんね、はい、そうです。やっぱりそれも YouTuber やってるんで、うん、YouTuber でもそういうやつがいっぱいいるんで、もう数字取れんくなったら終わりみたいな、うん、でそういうところでやっぱタレントなんでもめっちゃいいですよね。頭4つの会社ってそういう使命があるはずなんで、
まあ、そこをやっていきたいですよね、はい、真面目な話、うん、タレントナビ今どのぐらい登録してるんでしたっけ。今登録でいうと、まあ、3000名ぐらいになるんですけど、はい、まあ、フォロワー数も1億人、1億人言ってましたもんね、 SNS 芝居たもん、はい、超えていて、まあ、他の企業さんとかもっとあのやっぱり登録者多いっていう企業さんもあったりするんですけど、はい、まあ、一応弊社の方でタレントナビの方だと、まあ、半年経たずに3000名登録していて、あ、なるほどね、はい、あ、そこの部分でいうとスピードがすごいんですね、はい、かなりの勢いで、まあ、半年はすごいですね、はい、今もなお毎月登録は増えていってるので、まあ、一応タレントナビを始めたことによって、はい、まあ、ライバーさんに対して の, あの案件とかも触れるので、まあ、ライバーさんセカンドキャリアっていうところもしっかりと支援していけるような形。なるほどね、案件増えてるんや、はい、ライバーにも案件いろいろ来たわけじゃないですか、はい、その案件とその需要と供給どうなってますか。そうですね、まあ、両方、まあ、インフルエンサー様も、うん、まあ、案件の方ももちろん多く募集してはいるんですけれども、うん、やっぱラバさんが案件仮面なので、あ、案件仮面何をそんなバラうとかじゃないです、全然案件仮面ですか、案件かなり、はいはい、多く来ているので、うん、まあ、インフルエンサーの方も募集はしているので、あ、案件の方がちょっと今多いんですね。そうです、なるほど、インフルエンサーまだ欲しいんや。まだそのワンカラーと所属じゃない人でもいいわけですもんね。もちろんです、もちろん。登録もだって LINE だけですもんね。そうですね、もう LINE 登録しておいていただければ、うん、まあ、案件定期的に流したりするので、まあ、興味あるものを問い合わせいただいたり。めっちゃいいよ、絶対俺の時そんななかったっすからね、7年前とか、うん、ちょっとでも強みがあればそっちの路線で攻めていけると思うので、ね、Twitter でもインスタでも何か強み、はい、ここはなんか本当に第2のワンカラットの柱になりそうですね。そうですね、何者でもない YouTuber たちがそのタレントになる CM 出るみたいな流れと同じ流れ絶対今なってるじゃないですか。そうですね、はい、でそこで YouTuber やっぱセカンドキャリアなかったっすもんね、うん、どこまで行ってもやっぱ YouTube の会社っていうのは、うん、やっぱりまあウームさんはすごいとこでしたし、まあ、僕もキーって自分やってましたけど、あんまりなんかそのなかったんです、難しかったですね。セカンドキャリア考えた事務所って結構新しいんじゃないですか。ないと思います。ないっすね、はい、そこまで自社で全部やると事務所は配信しかやってないと思うので。そうっすよね、はい、まあそこっすね、うん、ライブ配信やってない方でも、うん、もちろんタレントナビ登録できますし、うん、まあ、タレントナビだけ登録していて、うん、ライブ配信も興味あるなっていう方もいらっしゃると思うので、うん、まあ、そのあたりのサポートももちろんできるので、うん、まあ、ライブ配信に興味があるのかタレントナビ興味あるのかどちらもサポートはできるので、一回登録していただければ詳細お伺いして相談できますね。いいっすね、でかいっすね、これぜひ本当来てほしいっすね、マジでね。そうですね、本当に大事なことっすよね、やっぱりお仕事で案件やるってね、はい、めっちゃ大事っすよね、はい、配信に関して言えばもう誰でもできますしね。そうですよね、はい、機会あれば。そうですよね、僕も配信実際やってみて半年ぐらい経たないかな、3ヶ月ぐらい経つんですけど、はい、まあ、でも内容掴んできた。あ、はいはいはい、次ポコちゃんやろうかな。ポコちゃんいいじゃないですか、一回ホリエモンさんとかもやられてましたし。ホリエモン、はい、あ、そうなんや、はい、もう本当にコメントバグるくらい一生流れたんで。ポコちゃんちょっとやろうかな。ぜひぜひぜひ。まあ、でもそのセカンドキャリアっていうところで、これって結局なんか稼ぐとか生活費どのものっていうところに直結するわけじゃない、はいはい、お金に直結するわけじゃないですか。そうですね、はい、まあ、それもそうなんですけど、じゃなくて普通になんか一般人に戻りたいとか、うんうん、普通に OL とかサラリーマンに戻りたいみたいな需要もあるんじゃないですか。ああ、ありますね。そのライブ配信とかインフルエンサーでどうしても個人事業主で自分で何か頑張って稼ぐ道をつかまないといけないので、はいはいはい、あとはそういったものをこう引退して一般的な企業に勤めたいって方には最近キャリアベースっていう、はい、本があるかではですね、そんな人のためにこんなライブあるんです、やってますよと。ベースが何が向けて会社キャリアベース、キャリアベースね、サービスです。人材派遣ね、人材派遣のサービスも始めたので。それはどういう内容ですか。まあ、普通にライブ配信やられてる方でもいいですし、はい、まあ、一般的な会社に勤めてる方もいいんですけど、はい、まあ、普通に転職したいっていう方ですね。あれ、最近それでも俺 PR してないの、ね、まだ。そうですね、ラファさんには内緒で裏でこそこそ動いて、今ラファさんの名前を使って求人は4万件くらいあるんで、もうどこにでもめちゃくちゃやな。タレントが一応俺2次元あるからな、ほんでオーナーやしな、ここの。ありがとうございます。え、それだから PR しましょう、なんか動画にしましょうよ、また。ああ、ぜひぜひぜひ。それはそれでいいでしょ、ライブ配信もそうやし、はいはい、そのタレントライブもそうやし、キャリアベースもそうやし、はい、これ全部誰かのためになるやつでしょ。うまくいけば会社の利益がもたらすかもしれないけど、はいはい、これやっぱね、誰かのためにやるっていう、なんか偽善行為みたいなことが、はい、そういうプロジェクトが結果伸びますもんね、うん、世の中のでかい会社全部そうなんですよ、うん、
必ず誰かのためになってるんですよ、うんうん、まあ、事業のコツっすよね、そこね、うんうん、まずは一旦誰か幸せにしてありがとう言ってもらうんだよ、はいはい、ほんでそれを俺に言わんと勝手にやってたんや、勝手にやってました、コツ掴んでるね、コツ掴みました、コツ掴んでるやん使い方のコツを、それはだから PR したいんで、はい、4万登録いるんですか今、求人票が4万件ぐらいあるので、まあ、そうですね、いろんな企業から選べますし、このキャリアアドバイザーが常駐してるので、それは何を募集すればいいんですか、企業様ですか、人材の欲しい企業様でも募集してますし、実際に転職したいとか、ライブ配信やってたけどインフルエンサーやってたけど一般企業に勤めてみたいという方の、まあ、転職支援ですね、うん、やってます、なるほどね、はい、じゃあ基本的にはまあちょっと動画であえて言わんサービスも別であるけど、そうですね、もう一つも、はい、別で、あ、まあ40円ね、40円で、この言ってないやつ見て、ね、はい、なるほどね、どうすると金融系もやる、金貸しやる、それ一番最儲かんじゃんいや誰かのためになるでしょ、片岡のためになるでしょ金困ってんねからあいつ、はい、ということでね、ちょっと内容がね、あんまりまとまってなかったんで、僕もいきなりちょっと動画を通常の定例会で撮っちゃったんで、急に一般人を YouTube 上で晒した動画だったんでね、なかなかうまいことね、まとまりもなく、なんかぼやんとしてたんで、ちょっと真面目に話しますと、まあ、もともとワンカラットっていうのが、2020年の新型コロナの影響を受けて、まあ、その事業だったりとか、仕事を失った人とか、内定取り消された学生さんたちとか、まあ、そういった方たちを支援したいって思いから、我々が立ち上げたっていうのがワンカラットになります。まあ、当初はですね、本当に、飲食事業者モデルとかインフルエンサー学生主婦の方々たちを中心にねサポートをやっていったっていうライブ配信の歴史があるんですが、ワンカラットの中で今はあのトップクリエイターとかですね、まあ、それこそあの芸能人タレントって言われる方たちの支援もしてまして、もう2020年から始めて4年ですけど、登録数も今1万人になってます。もう LINE 上で言ったら3万人4万人ぐらいいるんですけど、まあ、実稼働っていうかね、あの契約書上はね1万人いまして、あの本当に日本で一番大きな、事務所じゃないかな、自社で全部そんだけ完結してできてるってなかなかないんですよ。弊社フランチャイズとかじゃなくて全部エージェントも含めて全部自社でやってますので、それで言うとねなかなかこの規模はないのかなっていうところで、まあ皆さんのご協力もあり、まあそんなコロナをきっかけにね始まった事業ですけど、まあ2024年にはですね、まあライバーっていう言葉がね、まあ皆さんも一度は聞いたことあると思うんですが、まあ当時の YouTuber みたいな感じで、ね、いじられ出して、認知され出してですね、今やその本当にライバーのトップの方たちが YouTuber のトップの人たちと同じぐらい稼いでるみたいなね、まあ、そのぐらい稼いでる、まあ本当にビジネスになるっていうね、そういった位置づけになってきました、ライバーが。まあかつて YouTuber もね、何その仕事っていうことで、まあ結構そのテレビと YouTube のこの垣根みたいなところあったりとか、まあ職業として認められてない何か変なことやってる人たちじゃないかっていうような、形で見られてて、まだ一部そういうとこもあるんじゃないかなと思ったりするんですが、まあ今後ね、3年、5年以内にですね、今の YouTuber のね、ポジション、社会的地位ぐらいまでなるっていうのも確信してますので、まあ、同じようにライバーとしてね、頑張ってる方たちのね、社会的地位をこう上げていければなっていうことで頑張っております。まあ、そんな中でですね、社会的地位を向上させたいと言ってもですね、まあ何をしていいのかっていうところで、まあまずはそのワンカラットの本部、自社だけでですね、この抱えれる規模っていうのも、やっぱり限界が、スピードも限界がありますので、まあこれはこの業界を盛り上げたいっていう方がいれば、ぜひそこにね、事業支援という形でお金を導入していこうかじゃないかっていうことで、まあ先ほどの会議の内容がざっくりとそんな感じなんですよね。エージェント契約っていう形で、各、いろんな全国に弊社エージェントがいまして、女の子たちを抱えてて育ててくれて、有名にしていくっていうエージェントですね。まあこういった個人でなんか事業やりたいよって方たちはですね、ぜひ弊社と提携していただければ、そちらの方の、エージェントを盛り上げる資金として事業支援金という形なんですけど、言い方ちょっと分かんないですけど、もうそういった形で2億円今回使おうということで会議決まりましたね。今回の動画で伝えたかったのは本当に社会的地位の向上させたいので、皆さん協力してくれる方、こちらも支援金出しますよっていうような内容です。ざっくりですけど。まあ、本当にね、他の事務所のね、なんか悪口とか別に何か言うつもりでもなく、僕、そんなに運営に入ってないんで、あんまり詳しくないんですが、とは言っても、まあ、我々も作った時に4年前、もうだいぶ後発で300社ぐらい他にあったの、上に。会社が、ライブ配信の。で、その中でですね、やっていく中で、やっぱり、本当事務所がそもそもないとか、事務所としての体制が整ってないとか、サポートが全然悪いとか、名ばかりで、そういう事務所って5万とあるんですよね。で本当にまともに事務所として機能できてるところっていうのは本当にごくごく一部で、まあその中でも弊社みたいに全てのプラットフォームを取り扱ってますみたいな事務所は多分ほぼなくて、まあそんな中でですね、まあいろんな事務所があるんですよ。で、まあどこの事務所が言い悪いって話をしたいんじゃないんですが、来たライバーの方たちがですね、有名になれるような体制が整ってる、マネージャーに含めて、スキル含めてですね、まあ、そういった体制は弊社整ってますので、まあ、どこか事務所迷われているようであれば、一度ね、話だけでも聞いてもらえればと思います。まあ、で、また各全国にですね、そのエージェントっていうのはすでに今いますし、今後も増えていくんですけど、各エージェントたちが、おそらくワンカラットの似たようなアカウントを使ってですね、よかったらやりませんかってスカウトの DM とか、まあ、私からもそうなんですけど、結構送ってるので、まあ、スカウトの DM 来たよっていう方もいると思うんですよ、女性とか。で、そういった方も、もしワンカラットの名前見てもらったら、まあ、それエージェントだったり、本部だったりするので、で、ここで結構言われるのが、本部と契約とエージェントの契約で何が違うんですかって、何も
も違いないです、はい、それで取られるお金がどうのこうのとかっていう変わり全くないので、ただ僕らのこの本部でのこのやってるこの社員だけでやってる規模が大変なんで、エージェントっていう 名のもとに手伝ってくれてるっていう本部と同じように足並み揃えてる方たちなので、まあ、そういった方たちからね、結構お誘いの DM 来てる方もいると思うんですけど、まあ、ちょっとでも興味あるんでしたら、今、まあ、流行りの TikTok に関わらずポコチャとかいろんなプラットフォームありますので、ぜひぜひライブ配信のね世界をちょっと覗いてもらえればと思います。先ほどちらっとあったのセカンドキャリア問題ですね、これは本当に僕問題だと思ってまして、まあ、まさに僕が現場でこう YouTube を見てて、まあ繰り返しですけど、僕なんかは事業やってるので別にこんな感じで気楽に YouTube やってますけど、ほとんどの YouTuber がですね、アルバイトにまた戻ったり、サラリーマンで戻ったりとか、なかなかその経営がうまくいかなかったりとか、いろんなトップ YouTuber ですらそんな状況だったりするんですよ。これって本当にタレントもそうですし、タレントのセカンドキャリア問題もそうですし、やっぱりそれと同じようにインフルエンサーのセカンドキャリア問題もありますし、まあセカンドキャリア問題ってまあスポーツの業界でもそうですし、いろんなところで結構問題視されてて、その時現役の時抱えてる時はいいけど、それ終わった後っていうのがセーフティーネットがなくて路頭に舞うみたいなことがありますので、まあそれってどうなのっていうことで、まあ弊社の方でですね、タレントナビというのを立ち上げて、そちらでその案件とかにバンバン回せますよとか、もしくはですね、先ほど言った人材サービスの方ですね、そちらの方でもですね、普通の通常の、社会人戻りたいよっていうところも支援できますので、まあその辺も含めてね、サポートしっかりしてるのかなと。まあその辺の人材派遣の方とか、セカンドキャリアの方とか、タレントナビの方はですね、ワンカラーと所属関わらずですね、インフルエンサーの方でお仕事困ってるよ、案件もっと欲しいよっていう方は、普通に登録したりとか受けたりできますので、まあ、それはワンカラーと関わらず全然応募していただければと思いますので、はい、企業さんからも待ってます。そういった形でですね、今はライブ配信の方と、セカンドキャリアの方とですね、もう関わったからにはもうその人が、生涯ね、ずっと満足できるまで面倒見ようっていうのを形でね、まあ、弊社としてもですね、なんとかその辺社会貢献の方頑張って考えて皆さんやってますので、ご協力いただければというところと、まあ、どんどんご応募いただければと思います。まあ、今日はちょっといつものテイストと違って、通常の僕のいくつかやってるうちの会社の一つの配信業の方のですね、会議、打ち合わせから始まり、まあ、こういった形の説明にはなるんですが、まあ、新しくこういった事業やってますってことでね、まあ、ちょっと皆様にもご報告っていうのも兼ねてですね、こんな動画を撮ってみました。結構ライブ配信事務所やりたいよって人とか、まあ、エージェントやりたいよって人とか、ライバーやりたいよって方も、他じゃ聞くことないような話も聞けたのかなと思いますので、まあ、これはこれでたまにはこういう動画もありなのかなと思ってます。まあ、明日からは通常のね、その辺のババアどついてみたりね、身長2メートルのやつのハイキック後頭部でいけるかみたいなやつとかね、いつものそういう面白いね、ちょっとふざけた動画撮りますので、まあ、それはそれでまた楽しんでいただければと思います。はい、そんな感じで、本日もご視聴ありがとうございました。ラファさんが、蹴飛ばして壊したうちのおもちちゃん。あ、でもほんなら見えへんもん、ほんなら。ちっちゃい犬ぐらいの大きさやから、蹴飛ばしてばほんなら見えへんねんから。病院代20万ぐらい買ったね。これ何がいいんですか、これ、マジで。いや、みんなの癒しですね、これは。これでも休憩時間みんな抱っこしたい。抱っこしますか。いや、鉄の塊やで、こんなん。時代やな、これを抱っこして可愛い可愛いって時代やな。感情もスマホに飛んできてどう思ってるか分かるんで。どう思ってへんよ。蹴飛ばされて痛いよって言ってました。え、これいくらすんの。50万です。誰が買うんこれ、ちょっとほんまに。ほら、僕の方にやってみます、やっぱり。だからやんでたの。の占い、本当だ。最も良い運勢なのは双子座のあなた。何事もスムーズにいく日、しっかり計画を立てるのがポイント。さあつって。4位は獅子座のあなた。朝の挨拶が愛を深めます。おはようを忘れずに。6位は牡牛座のあなた。不用品は捨てること。8位は魚座の人。夜のデートが吉。お泊まりデートは大吉。11位は相手座の人。相手が惚れ直すはず。女性らしいファッションでデートして。そして明日最も悪い運勢なのは、ごめんなさい、サソリ座のあなた。焦らぬ姿勢が大切な日。結論は急がず慎重に。でも大丈夫、そんなあなたのラッキーカラーはパープル。明日もあなたに幸せがありますように。恋愛専門霊媒師佐久野先生監修の公式 LINE はこちら。毎週恋愛や占いに関するお得な情報を無料配信中。Are we living in a fiction? Don't we know what is
let's ride or not. Are we victims? Take it up, all the fake news. Get us friction between a rise and run. We don't even know the answer. Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we all jumping a fake box? Are we living in a, are we living in a, are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we all jumping a fake?